おい、どうぞ。おい八神、なんで先に海藤だけ来させたんだ。あいつバカのくせに偉そうでイラつくんだよ。それは気がつきませんで。まったく、お前も座れ。事件の捜査資料が手に入った。事件の流れ、鑑識の結果、それに検察側の主張する羽村有罪のストーリーだ。なるほど。どれどれ。その前に、ん、お前ら役割はわきまえておけよ。特に八神、そっちの仕事はあくまで情報集めだ。頭使って調査の方針決めるのは俺。ん、わかるな。了解。弁護人はあんただ。では資料を見てもよろしいでしょうか、新谷先生。それでいい。じゃあまずは現場の資料だ。はあ。12月4日早朝6時過ぎ、死体発見の110番通報。急行した警官がアムール裏のゴミ捨て場で倒れている死体を確認した。なんだ。被害者は関西教令会の組員、久米敏郎。下っ端で特に肩書きもない。遺体に軽く暴行された跡はあるが、直接の死因は眼球を突き刺した傷だ。アイスピック状の凶器が脳にまで達したとみられる。聞いてるだけでしんどくなるな。まったくだ。両目は眼球を突き刺した凶器を使ってそのまま引っ張り出されたらしい。構想中の登場会から教令会への見せしめと考えるのが自然だ。だからもし羽村の頭が無実だとしても、真犯人は十中八九登場会の人間。その真犯人を特定できれば自然と羽村の無実が証明できる。犯人探し？俺はそこまで手間かける気はねえ。今んとこ一番はやっぱりアリバイの証明だろうな。それさえできりゃ羽村は無罪だ。これはしいな。死体発見現場の地面にはほとんど血痕がなかった。このことから実際の殺害現場は別の場所と考えられる。アムールの店内がその第一候補だ。なんだ。事件の晩、近くの居酒屋店員が午前2時頃にゴミを捨てている。その時まだ異常はなかった。つまりこの死体が捨てられたのは午前2時から発見された6時までの間ってことになる。被害者の死体からは財布も携帯も見つかってない。スマホは壊されたんだろう。 GPS の位置情報も拾えなかったらしい。犯人は荒っぽく死体を捨てた割に最低限の隠蔽はしている。どこだ。アムールに行った時、裏のゴミ捨て場ってのは見たか。もう事件の痕跡はねえだろうが、裏口出てすぐのところらしい。まあそれはともかく、これが殺される前の久米だ。この目が犯人に持ち去られたってわけか。嫌な言い方するな。検察の見立てはどうなってる。この事件のストーリーは。まず事件の背景として、関西の教令会と登場会との構想がある。これまでにも教令会の極道が2人目をえぐられてきた。
今回の件も含めた3件は強霊界と敵対する東条界の犯行である可能性が高い。ここまではいいな。いいよ、続けてくれ。じゃあここから先は検察が主張する事件当日の流れだ。12月3日夜9時過ぎ、神室町のクラブアムール前、松金組若頭羽村恭平と強霊会の久米村瀬の間で口論が発生。羽村は古文を使ってアムールに久米を拉致。その際村瀬は久米を残して逃走している。羽村はアムールで1時間にわたって久米を監禁、手下たちに暴行を加えさせた。夜10時、羽村は自分と久米を残して全員を店から帰した。ここまではアムール店長の証言と防犯カメラの映像とで裏が取れている。このあと検察が言うには、羽村は二人きりになった後、久米にさらなる暴行を加え続けた。そして午前2時から3時ごろ、ついに久米の眼球に鋭利な刃物を突き刺して殺害。遺体から眼球を抜き取った上、死体はアムール近くのゴミ捨て場に遺棄した。警察の取り調べに対し、羽村は午前0時に久米とアムールを出た後サウナにいたとアリバイを主張。しかしそれを裏付ける証言や証拠はなく、検察は信憑性に欠けるとしている。久米の死体発見は4日午前6時過ぎ。羽村は事件から1週間後に逮捕された。アムール前の防犯カメラ映像と店内から出た被害者の血液反応、そしてアリバイの不成立、一つ一つは有罪の決め手とまでは言えん。それでも検察は十分立証できていると考えてる。所詮はヤクザ同士の殺しだってな。確かに検察の考えはそんなところだろうな。ただあんたはどう考えてる？実際羽村が久米をやったと思うか？新谷先生、羽村はムカつく野郎だが、俺が思うに今回は無実だ。ああいう小ずるいヤクザが死体をその辺に捨てるなんて雑な殺しはしないだろう。目をえぐるとか以前に多分死体も出てこねえ。俺もそう思う。さすがは新谷先生、性格はあれだが弁護士としては超優秀だな。同感です。まさか今ので褒めたつもりですか？なんだよ、どうかしたか？もし羽村が無実なら真犯人は別にいるってことだよな。あ？事件に白黒つけるんならそいつを見つければいい。そんな人で俺らにねえだろ。犯罪者追うにはまず組織的な捜査網がいる。つまり国家権力の仕事なんだよ。俺らは羽村の弁護をするだけだ。なら次はどう動く？もう少し被害者側の情報が欲しい。久米が拉致された時、一人で逃げた兄貴分がいたろう。強霊会組員村瀬明、あいつの話が聞きたいな。話ってどんな？久米が目の前で拉致された後、村瀬がどう動いたかです。仲間が拉致されてんのにその後何もしなかったのかとか。おいおい、今こんな時に強霊会探れってのか？組員やられたばっかなんだぞ。相当殺気立ってるだろうな。俺は村瀬の情報が欲しいだけだ。その集め方はお前らで決めろ。そういう話だったろ？
簡単に言うけどな、構想真っ只中の組ってのは。そうだった、分かった、行こう海藤さん。ああ。まず強霊会がカムロ町のどこにいるかだな。連中のアジトがあるはずだ。それは松金組に聞くのが早いな。松金のおやっさんなら知ってると思う。そうか、なら俺は遠慮しとく。波紋の身だ、のこのこ顔出すわけにもな。分かってるよ、もともと一人で行く気だった。後で連絡する。いらっしゃいませ。ん？はい。ありがとうございました。さあこちらです。東条会系松金組、規模としてはさほどでもない。業界内で俗に枝と呼ばれる末端の組だ。だが組長の松金貢は俺にとっても海藤さんにとっても親父だ。親父、八神さんをお通ししました。おお、久しぶりじゃねえか、ターボ。なんだよ、全然顔出してくれねえんだもんな。あのな、おやっさんだけだからな、この事務所で俺を歓迎してくれてんの。まあそうかもな。カイトはどうだ、元気でやってるか。元気だよ。例の件がなきゃ破門せずに済んだのによ。あれがかれこれ1年前か。あいつも俺には息子同然だった。
もう済んだ話だろ。ああ、お前んとこで元気でやってんならそれもいい。俺も海藤さんのことは兄貴だと思ってる。20年前、あの人やおやすさんに会ってなきゃ俺も今とは別の人生だ。相変わらずいいなお前は。失礼します。どうぞ。それでこの歓迎されてねえ事務所まで来たのは何の用だ。羽村の頭の件で。あれか、源田さんとこに弁護頼んだって聞いたがよ。多分も手貸してくれんのか。神室町に協力会の拠点があるだろう。場所が知りたい。そこの組員に聞きたいことがある。けどお前、連中今相当ビリついてんだろ。分かってるのか。ちょっと話聞くだけだよ。ゼネコンの梶平グループってあるな。いや、よくは知らないけど。関西の大手だ。で、その梶平系列で KJ アートってのが千両通りにある。ビル一棟丸ごとその会社のもんでな、協力会の連中はそこに詰めてんだよ。千両通りの KJ アートね。分かった。忙しいみてえだな。今度そっちの事務所に遊びに行っていいか。お忍びでよ。まあもちろん。海藤さん、おやさんと話せたよ。協力会の拠点は KJ アートって会社だ。そうか。じゃあ例の村瀬ってのもそこにいいんだ。いや、それは現場行って確かめるしかない。となると張り込みか。おお。じゃあもしかしてドローンの出番か。それもあるかもな。了解だ。俺もすぐ KJ アートに向かう。時間食っちゃったよ。もしもし。カイトだ。 KJ アートに着いたな。ああ、そうらしい。カイトさんは今どこ。 KJ アートに向かって右見ろ。どこだ。怪しいな。わかった、俺も今そっちに行く。ここから KJ アートがバッチリ見える。ビルの中は確かに極道らしいのがうろついてたぜ。じゃあやっぱり協力会のアジトか。間違いねえ。
村瀬はいたか。見当たらなかった。さっき鳩飛ばしては見たんだがよ。ん？しっかり見た？ああ一応な。もう一度飛ばそう。今度は俺がやってみるよ。未熟な部下にお手本見せてやんないとな。へいへい。これが村瀬の写真だ。ビルの窓越しに村瀬がいないか確認できればいいんだけどよ。あんなところでこそこそ本なんか読みやがって。ん？おい、あれ村瀬じゃねえか。この部屋に行ったら探そうぜ。村瀬じゃねえか。やったなタボ、さすがだぜ。フロア奥の個室か。やろう、自分用に部屋持ってるってことはそこそこの立場だぞ。俺らが行ったとこで会えるか。多分門前払いが関の山だ。おまけに頭の弁護のためなんつったら叩き出されるな。村瀬をじっくり絞るならあの部屋に入り込まないとな。入り込むか。どうやるんだ。忍び込むか強行突破か、どう攻めていくかな。誰かに変装して入り込むの。誰かって誰だよ。ピザ屋とか宅配便とか。それじゃせいぜい受付までしか行けねえだろう。じゃあ出入りの業者、ビルのメンテナンスとかの。お、そいつはいいんじゃねえか。作業服なんかはドン・キホーテで買えるしな。ただビルの中入ってく理由がいる。そいつはどうする。そうだな、あそこの室外機使おうか。ん？あれがもし故障してたらどうなる。修理の業者が呼ばれるな。でも壊れるまで待つのか。壊れてなければ壊しに行けばいい。なるほど、そうか。冴えてるじゃねえか。お前本当に多忙か。どういう意味だよ。よし、じゃあまず室外機に細工してくれ。海藤さんはここから見張ってる。おう、それじゃ作戦開始だ。
よし、もう少しだ。これでよし。いらっしゃいませ。ありがとうございました。もしもし。ダボ、作業服は買えたか？ああ、今買ったところだ。そうか。じゃあすぐこっちに来い。KJ アートの奴らが室外機が故障したのに気づいた。たった今、下っ端が修理業者に電話したぜ。狙い通り。急いでそっちに向かう。ああ。よし、これでバッチリだな。おい、変装してるからって安心するなよ。目立つ行動は控えろ。わかってるって。じゃあな。どうも、エアコンが故障されたそうで修理に伺いました。お世話になっております。エアコンの修理の件受けたまわっております。左手の扉から外に出ていただきますと、非常階段の前に室外機がございます。中のエアコンも点検させていただけますか？実際どういう状況なのか確認しておきたいので。中のエアコンってございますか？そう、例えばそこの部屋にもありますよね。この際一通り点検しようと思いますので。そういうことでしたら、はい、問題ないかと存じます。ありがとうございます。それでは作業に取り掛からせていただきます。
怪しいな。ちょ、待ちや。あんちゃん、エアコン直しに来たんやろ？そこを見終わったら上にも来てくれや。あ、はい。すぐ行きます。ほな、こっちや。ついてき。さば、早よ直してくれんと凍え死ぬわ。電源はついてんのに何も動かへんのや。わかりました。とりあえず見てみますね。あー、これは確かに故障してますね。おお、早直してくれや。なんや、中開けてみたりせんのかい。外から触って直るもんなんか。さすがやないか。なんや、そない簡単なことで治るんやな。いえいえ、お役に立てたようで何よりです。それじゃあ私はこれで。ん？誰やお前。あ、私エアコンの修理に来たものでして。ほんまか？見たことない顔やな。いつものあんちゃんはどないしたんや。てっきりあいつが来るもんやとばっかりは思っとったわ。それはですね。妙やな。もっかい業者に電話してどないなってんのか確認してみようか。いつもの人の代理です。彼今日はお休みでして。そないなはずないやろ。さっき道が混んでるから遅れるって連絡あったんやぞ。あれ、おかしいですね。何か行き違いがあったのかも。なんやこいつ怪しいで。登場会の回しもんやないか。なんやと。お前ら生かして返すんやないで。
し。よし。ドアホン、何してくれとんねん。あんだけ言うてたろうが、すんません、ほんまにすんません。エアコンが故障したって聞いてきたんですけど。だからその件はもういいの、治ったから。あ、じゃあ一応問題ないことを確認させていただいて、そしたら書類にサインだけお願いします。なんで修理してねえのにサインがいるんだよ。とにかくもう帰れって。あ、ちょっとお手洗い借りていいですか。実はさっきからお腹の調子が。ダメだ、漏らせ。なんやお前は。少しだけ話したいんですよ、村瀬さん。俺も命がけで来たんだ。それに免じて。じゃがし、ヤクザ舐めとんのかこら。
何が目的や、お前。言ったろ、あんたと少し話したいだけだ。これ見てくれ。この組を見捨てて逃げ出しているのがあんただ。なんなんや、お前は。神室町の探偵だよ。組が殺された事件を調べてる。羽村の弁護士に頼まれて。じゃあお前ら、羽村を弁護しとるっちゅうことか。アホンだな！そんなもん相手に何も喋らんぞ。その交渉ならもう済んだと思ってたよ。まださっきの続きやるか。こんな真似してただじゃ済まんで。顔を覚えたさかいな。あんたも本当に羽村が久米を殺したと思ってんのか。当たり前や。他に誰がおるっちゅうね。俺もそれを確かめてるとこでさ、あの夜何があったかははっきりさせたい。はっきりしてるやろが、羽村が久米の目えぐったんや。以上。ん？どこで？どうやって？あの店のゴミ捨て場や。あそこでなぶり殺しにしたやろが。いや、少なくとも殺しの現場は別だ。それについては証拠がある。これがその証拠。なんやこれ。久米の死体。これはなんだ。あんたに見せんのは酷だったかもな。けどこの写真で死体の周りにほとんど血の跡がないとわかる。別の場所で殺された後ここへ運ばれてきたってことだよ。そうか。じゃあまあそれはわかった。少しは落ち着いて話せるようになったか。よし、なら一つずつ行こう。
まずあんたはアムール前から逃げ出した後どこで何をしてた？敵に組の門さらわれて何も動かなかったのか？動いたに決まっとる。組を奪い返すために俺は凶霊会の仲間に応援頼みに行って。でも応援は集まらなかった？あ、アホぬかせ。応援は集めたで。アムールにも勝ち込みかけたわ。あの晩アムールにはもう人の出入りはなかったはずだ。そう思うが、防犯カメラに映っとらんかったからやろ。俺らはそいつを避けて裏口に回ったんや。そっちは防犯カメラも壊れとったしな。そっからアムールに踏み込んだんや。踏み込んだ？アムールの中に？ああ、せやけど店ん中には誰もおらんかった。隅から隅まで全部探したんやがな。その時の時間は？夜中の12時過ぎっちゅうとこや。検察によればアムールでハムラが組をいたぶってた頃だ。あんたの話が確かならそのストーリーがひっくり返る。検察の細い話なんぞどうでもええわ。とにかく組やったんはハムラや。他におらんやろか。かもな。ただ今のあんたの話は警察も検察も掴んでない。だから法廷で証言してくれると。やると思うか？なんで俺がそんな真似せなあかんのや。どう？一応聞いてみただけだよ。なるほど。じゃあ村瀬によると12時の時点でアムールには誰もいなかった？そう。ハムラの頭は12時頃クメを解放してサウナへ行ったと言ってる。村瀬の話とは矛盾しない。となるとハムラの頭マジでやってねえのか？頭がサウナに行ったって証拠が出ればね。まあ結局はそこなんだよな。それでも今日は十分だろう。あとは明日だ。そうだな。よし、海藤さんも今日は上がって。よう、何か進展あったか？凶霊会の村瀬と話してきたよ。 KJ アートって会社が連中のアジトだった。それでよく無事だったな。お前大丈夫だったのか？俺は自分の仕事をしてきただけですから。新谷先生。
12月3日夜12時頃、村瀬によればアムールは無人だった。つまりその時間、羽村が久米をいたぶってたって検察の主張とは矛盾がある。おお、いいじゃねえか。でもそれ村瀬は証言してくれんのか。いえ、ダメでした。やっぱりか。だが村瀬のその証言は信憑性が高い。実は俺も面白いもん見つけてな。ん？久米が羽村に拉致されてから3時間後のアムール前だ。つまり夜12時頃。画面の端っこだ。よーく見てろ。アムールに人が出入りしてたわけじゃないんで見過ごしてた。証言通り、村瀬は本当に久米を助けようとアムールに来てたらしい。そして無人の店内を見た。またそろそろ羽村の頭と話すか。もうそういうタイミングじゃない。わかった。これから接見できるようにする。手配できたら電話してくれ。八神さん、真冬と話したんですよね。ん？ああ、話したけど。真冬、嬉しそうでした。久しぶりに八神さんと会えたって。ああ、そう。でも寂しそうにも見えました。え？なんで？なんででしょう。それじゃ。いらっしゃいませ。ありがとうございました。加減にしろよ。
よし、かっ飛ばす、うん、よし、これから羽村と接見できる。お前もすぐタクシーで田村署に向かってくれ。分かった、どうも。どちらまで行かれ。それでは出発いたし、俺の無罪は目処がついたかよ、ターボ。聞く相手が違いますよ。弁護人は俺じゃなくて新谷先生です。羽村さん、見てほしいものがあります。12月3日夜11時55分、教令会の村瀬が久米を救出しにアムールに来ていました。防犯カメラに気づいた彼らはこの後裏口からアムールへ踏み込んだんです。それで村瀬はその時店内には誰もいなかったと。ああ、その時俺はサウナに行ってた頃だ。久米はどうしてたんです？裏口から叩き出したって言ったろう。じゃあその前は？ああ10時過ぎ、頭はわざわざみんなを店から出して久米と二人きりになったそうですね。証言は取れてます。なんでそんなこと？いや、あの久米って野郎、なんか昔のダチ公に似ててよ、それで懐かしくなったんじゃねえか。俺も酔っててよく覚えてね。本当ですか？それにしたって人払いまでしますかね。だから覚えてねえっつってんだろうが。でもその割に店を出た時間だのがよく覚えてた。何が言いてんだお前。柱にもしアリバイがあって久米をやってなかったとしても、実際あんたは妙な立ち回りしてますよ。だと？何か俺らに隠し事があるんじゃないですか？何もねえよ。例えば真犯人をかばってるとか。何もねえっつったぞ。てめえはいいから俺のアリバイ証明してこい。俺はあの晩ずっとサウナにいた。その証拠があればこんなとこおさらばなんだよ。アリバイが証明できない場合に備えて他の解決法も探ると必要があります。けどあんたに隠し事されたらそれもできなくなる。抗争相手を監禁した挙句目をえぐって捨てた、その疑いが晴れない限り死刑だってなくはない。なのに随分余裕だな。ヤクザってのはそんなに肝が据わってるもんなのか。俺がもし命乞いするにしてもその相手はお前じゃねえってことだ。じゃあ誰になら命乞いするんです？
さあな。あんたが隠してる何か、俺も興味が湧いてきましたよ。あ、おい、ヤガミ。よ、いろいろ動いてたみたいだな。羽村と接見してた。収穫はなかったけど。そうか。羽村は俺らにも何かを隠してる。思ってたより奥が深いのかもな、この事件。早い話が調査に行き詰まったってことか。まあね、もう少し材料が欲しい。例えばどんな。アムール出た後の羽村と被害者の足取り、その目撃証言、その辺はもう町中しらみつぶしに当たるしかないかな。ターボ、今金あるか。ん？いくら。とりあえず3万。俺の知り合いにカムロ署のデカがいる。そいつは金さえ渡しゃなかなか話せる男でな。つまり情報屋だよ。闇でサツの捜査情報なんかを横流ししてんだ。何か使える情報があるかもしれねえぞ。なるほど、汚職警官か。綾部ってデカだ。よくテンダーに出入りしてる。テンダー？ああ、奴に会いたいときはみんなテンダーを覗きに行くんだよ。あそこのマスターに聞いてみな。マスター、ちょっといいか。おう、なんだい。綾部ってデカ、知ってるだろ。ああ、でもここ何日か来てないな。綾部さんに言おうか。まあ、ね。タイミングが悪かったか。大丈夫、来たらターボーのこと伝えとくから。それよりせっかく来たんだ、飲んでいきな。一杯店のおごりでいい。ん？なんで？前に来た時お前さんに仕事を頼めるかもって言ったろ。覚えてるか？そうだっけ。それで？その仕事やっぱキャンセルするって言われちゃってな。聞いてみたらなんかヤクザに殴られたんで仕返しがしたいって話だったんだけど。なんだそれ、探偵に頼む話か。まあでも仕返しする必要がなくなったんだってさ。自分で見つけて殴り返したのか。そうじゃなくて、なんとそのヤクザ事件を起こして逮捕されたんだよ。ほら、例の目玉えぐられた死体の。え？じゃあそのヤクザって羽村の頭だよ。驚きだろ。3日の夜ヤクザっていうと、なんかこの辺でホストが顔殴られたとか騒いでたな。ヤクザに？ああ、大した怪我じゃなかったみたいだけど、12時とかもう少し遅い時間だったかな。それもう少し詳しく頼むよ。いや、俺が聞いたのは今ので全部。あとは当人に聞いてくれ。そいつの名前は？セイヤって呼ばれている。天下一通りにスターダストって店があるだろ。そこのホストだよ。